お？ちょちょちょ、間違えた。危険なことしてるよ、いきなり。コマのレストランで、またね、続きをやっていこうと思います。一応、前回、その、エンディングを迎えたんだけど、まあ、後日談というか、裏設定をね、ちょっと知れるみたいなので、やっていこうかなと思います。これでね、多分最初回になるんじゃないのかな。前回はこの天使さんの家であろうところで、あれだよね、記録をね、読んでたんだよね。日記のページ、じゃあ続きから読んでみましょう。クマさんのこととか、あとは、その、ね、クマさんの周りのレストランのこととかを、観察してるって言ってたよね。今日から新しいバイトが入った。今度は猫の姿をした人間のようだ。最後の晩餐という触れ込みも大人気でなんだか賑やかになってきた。ところで今日は店主に突然の疑問をぶつけてみた。なぜレストランをやっているのかと。本人曰く死んだ娘を待っているのだという。役所に問い合わせたら天国にも地獄にも行っていないことが分かったと。だから狭間にまだいるに違いないと。今度時間のある時に該当する者がいないか調べてみようと思う。優しいね。今日は大事件が起こった。虚無の悪魔が狭間まで登ってきたのだ。今日私がレストランから帰った直後にレストランで目撃されたらしいのだ。異常を察知し、駅に行ったところ、虚無の悪魔が渦を巻いていた。天使といえど虚無の悪魔にはなかなか手出しはできないのだ。応援が来るのに少し時間がかかった。しかし驚くことに、吸い込まれた人間たちは自力で虚無を打ち破り中から出てきたのだ。虚無は完全に消滅していた。あるべきところに戻ったのだろう。ああ、そうか。じゃあまあ、ね、猫ちゃんが力を開けるよって言って、みんなでね、こう、クマさんに力を開けてたところで、一応打ち破ってたんだね。なんとまあ、これは完全に不祥事なのだが、虚無の悪魔がまだ狭間に残っており、猫くんが虚無にさらわれてしまったようだ。これに関してはさすがに私にも責任があったため、助け船を出すことにした。虚無どころか地獄すら管轄外だが、彼に選択肢を与えることはできた。虚無に行って戻ってくるのは、ほぼ無理なのだが、しかし放ってもおけなかった。ああ、じゃあ、天使さんも調べはついてたのか。猫ちゃんが、このカマさんの娘さんだっていうことは。そうだよね。あの猫ちゃんこそ、彼が探し続けていた娘なんだからね。信じられない。何事もなかったように、虚無からあの二人が戻ってきている。虚無の入り口にて、自己犠牲の光が観測されたらしい。泣いていいかな。私の任期もちょうど終わったところなので、報告に天国に戻ろうと思う。ついでにレストランの宣伝もしてやろうかな。泣いていい。いや、クマさんと猫ちゃんは、どう思ってるんだろう、ナイティのこと。まあ、クマさんはね、わかんないけど、さ、ナイティと話をしたわけじゃないから。でも、猫ちゃんはどう思ってんのかな。天使歴のカレンダーの読み方が全くわからない。わからないよね。どんな感じなんだろう。たくさんのファイルが収められている。は？あー、これはまたあれでしょ。これ妊婦さんじゃんね。もっと詳しいのが読めるってことは。試しに読んでみるか。うわー、なんか、年齢。年齢。
39歳か。その年齢で言うとさ、その妊婦さんとしては結構さ、そのなんだろう、結構その妊婦さんとしてはあれだよね、結構年齢が上だよね。だからすごく待ち望んだお子様だったのかもしれない。うわぁ、死因、トラックとの交通事故、体内の赤子も死亡、平凡だが幸福な生活を送っていた。高齢出産でようやく子を授かった矢先の出来事であった。高校生の頃に万引きをした経験があるが、相対的に、なんて物語で些細なこと、催事であると判断。うわぁ。呼ぶかぁ。デイブ、34歳。死因、心臓発作。もともとは母思いの良い子供だったが、就職に失敗し引きこもりか。心の中では常に母への申し訳なさを感じていたことが伺える。行動が伴っていればなあよかったのだが、はあ、そうなんだね。まあ一応その天国に天国に行くためのポイントってっていう言い方は微妙かもしれないけど、その判断材料としてその内面的な部分を見てくれてたってことだね。じゃあ読むか。雄三、58歳。死因、電車への飛び込み。酒による判断力の低下で死んでしまうというのは嘆かわしいことだ。ひどく酔っ払ってしまう以外は真面目なサラリーマンであったと言えよう。そうだよ。もうああいう危ないところに立ってるからいけないんだぞ。でもこれはお子ちゃまだ。じゃん、うわ、11歳だったの。まだ若いね。白血病か。治る病気だけどね。ダメだったのか。いたずらをするのが好きで友達思い、まれに見る純粋さを持った子供であった。そうだね。本当に友達と過ごす大切さをさ、知ってた子だったよね。じゃあ、電車の女の子。あやちゃん、15歳か。15歳だったんだ。死因、刺殺。電車に自撮りをシェアしており、ネットではちょっと有名人となった。父親への反発から飛行に走ったが、本当は父親が大好きであった。男と遊んでいる雰囲気を出していたが、実際にはシャイでデートをしたこともなかった。そんなことは書かなくてもいいじゃないか。彼女のプライベートでしょうよ。ちゃん、おじいちゃん。アーサー、78歳。まあ、日本で見ると78歳ってさ、結構まだ若いかなって思うけど、どうなんだろう。死因、拳銃による自殺。自殺は奨励されないが、生き方はこの上なく健全であった。信心深く一生懸命農場で働き、穏やかな生活を送っていた。そうだよね。病気の痛みに耐えられなかったんだよね、おじいちゃんは。よかったね、それまで真面目に生活してきて。ひろき。うわぁ、若いってまだ44歳だよ。ああ、過労死だったんだ。自分で生き方を選ばず言い訳をして人のために生きてしまった。死の間際に後悔をしたようだ。そうだね。そう、やめようと思えばやめれたからね、きっと。これネズミちゃんもあるの？気になるの？これ。ネズミちゃんは？ネズミ、10ヶ月。うわぁ、10ヶ月。死因、毒死。いつも決まったものしか食べない群れから飛び出して、クルメのために飛び出した。そうなんだ。珍味を求めて食した毒キノコで死んでしまったが、それもうまかったらしい。よかったね。美味しかったんだ。もう鳥ちゃんだ。鳥、1歳。死因、転落死。あ、転落？そうなのか。
ご近所付き合いはよくする小鳥だった。交友関係は広く、マフィアの家まで訪れ回っていたほど。余談だが、遊び半分で動物を殺す人間は大きく査定が下がる。そうなんだ。あ、ちゃんとこの人も天国行き決まっているのか。それならよかったな。ジョニー、28歳。28歳の貫禄か、あれは。28歳か。死因、銃殺。あまり頭は良くないが、体が大きく、それを利用されることが多かった。持ち前の正義感があったが、マフィアの活動との間で揺れていた。殺意を向けない限り、相手を殺すことはしなかった。なんだろうな。まあ、今のを読む感じさ。この人が、マフィアにならざるを得なかった、家庭とかを加味して、まあ、天国行きなのか、地獄行きなのかっていうのを判断してくれてる感じなのかなーってちょっと思った。だって、マフィアの活動ってさ、そんなに、いいことではないでしょ、基本的には多分。まあ、世の中にね、お金を回すっていう意味ではいいことしてるのかもしれないけどさ。まあ、ある意味ではね。そう。社会経済を回しているっていう面で見れば。ね、そういうことなのかもしれない。いや、地獄行きも見れるのか。じゃあ、一個一個見ていこうか。ナンシー、48歳。人工主刑。本人の判断で100億超える末期患者の命を奪った。倫理的な議論を呼ぶ内容であり、査定も大きく揉めた。残念ながら現状では彼女の行動を肯定することができないとの結論になった。まあ本当にね、これ難しいよ。だって。で、最後まで行きたかったって思ってる人もいると思うからね。楽にしてあげたかったっていうのはさ、やっぱり彼女のエゴだよ。家族の気持ちだってあっただろうしね。エマヌエル、42歳。死因、狙撃。数万を超える人民を恐怖で支配した。歪んだ思想と権力への飽なき執着が生んだ悪である。カズヤ、29歳。死因、射殺。自分、本意な考えで女性を、強姦殺人した。刑務所においても改心することなく、友人を犠牲にして助かろうとした。クズである。なるほどね。オリバー、9歳。まだ9歳だったんだね。撲殺。当然のように他人のものを盗み自分のものとした。彼があるおばあさんから何気なく盗んだ金は、彼女の命を救う薬代であった。無垢も無知も免罪符とはならない。票が分かれたが、コイントスで今回の判定となった。じゃあ彼はラッキーだったんだね。なんだろうな。そのさ、このゲームさ、ま、語ってはいるんだけどさ、この人の人生ってさ、こんな数行でさ、語れるものじゃないと思うんだよね。例えばさ、さっきの子供ちゃんにしたってさ、家庭環境はどうだったのっていう話になると思うんだよ、僕は。もともとね、貧困の家庭に生まれてさ、盗みをするしか生きていけなくて、悪いことを悪いことって教えてくれる大人がいなかったんじゃない？この子は捨てられちゃったって言ってたから、親に。だから、そういうね、家庭環境がちゃんとしっかりしたところに生まれていたのであれば、
社会がね、この彼をちゃんと守ってあげていられたのであれば、彼はね、こういうことしなかったのかもしれないって思うんだよね。だから、それ一概には言えないと思うんだよな。ロン、27歳。視察。子供の頃からいじめっ子。弱い立場の人を多数追い詰め、多くを自殺に追いやった。これもまた生まれ持ってのクズである。いやねえ、難しいけどな。やってたことは悪いことだと思うんだけどね。マルコ30歳。死因撲殺。気が弱く指示に逆らうことができなかった。指示を言い訳にして多くの人々を殺めた。なるほどね。ベラ37歳。死因転落死。行き過ぎた高慢と金への執着がある。自分の利益のために男たちを騙し毒殺した。その欲望は決して満たされることはなかった。モーリス57歳。新足。知的好奇心を満たすために人間を含む生物を融合させて実験をした。命をもて遊ぶ行為は神の領域を侵害する行為であり、決して許されるものではない。そうだね。猫ちゃん。猫ちゃん？これもしかして猫ちゃんも追加されてるかな？トラ、4歳。し、餅。多くの人間に愛された猫、グルメな一面を持つ。餅を食べてるのに座って死んでしまった。かわいそうに。なんでこの猫ちゃんさ、朝間のレストランにいるのかと思ったら、そういうことだったのか。じゃあちょっと後で猫ちゃんの話も見に行くか。誰かのレポートのようだ。あー、パパ。ハンス72歳。72歳死因未定？本人がまだ生存しているため処遇も未定である。これは？どういうこと？うわぁ。おはようございます。会心のお時間ですよ。カーテン開けますね。いい天気。え？さてと。これもしかして動かせ。それじゃあチェックチェック。呼吸は OK？ 脈は？ん？今日はいつもより笑顔っと。ふ、何かいい夢を見ているんでしょうか？わ、夢なのか、あのレストランは。脈があまり強くない。昨日よりも弱い気すらする。いやー、そろそろ、パパも、天国へ行く時が来たっていうこと？本当に可愛い娘さん。こんなに笑って、ずっと一人だったんですよね。ご注文は何ですか？お目覚めですか？ご注文は何ですか？うちのレストラン、何でもありますよ。ふにゃ。寝言かな？ふぅ。おじさんの寝言面白くて、結構好きですよ。この前まではおでんとかオムレツとか肉じゃがとか、いろんな料理の話の寝言を言ってました。本当に料理が好きなんだな。私ね、おじさんと昔会ったことあるんだよ。お？私の村に15年前くらいに来たよね。よそ者と関わるなって村のみんなは言ってたけど、ママと何回かレストランに行ったことがあるんだよ。おまけだよってプリンも出してくれて、美味しかったな。おじさんは私を見るとき、すごく寂しそうな目をしてた。娘さんのことを考えていたの？私は医者になるのが夢で、都会に行って勉強してたの。結局またこうやって戻ってきちゃった。村の最寄りの病院だから、村のみんながここに来るんだよ。私ね、お医者さんになれたんだ。まだ研修医だけどね。
ちっちゃい頃からの夢だったんだ。ごめんね。いつも私ばっかり話しちゃって。いいんだよ。あのね、先輩が言ってたの。もう終わるんだって。私、初めてなの。でもこれが仕事なんだ。私がしっかりしなきゃ。なのに、震えが止まらないの。これ多分人工呼吸器によって生かされてる状態っていうことだよね。それを止めるっていうことは、送ってあげるっていうこと？怖いよ。また後で来ますね。パパ。え？これ自分で呼吸始めたね。呼吸始めてる。おじさんの様子が。どうしたらいいの？どうしたらいいの？大変。苦しそう。ここにいますよ。ああ。娘さんと会えますように。